思い出のガンプラキットレビュー集。装甲機兵ボトムズ。35分の1スケール。マーシードッグ。気も狂うような暑さと湿気。そして熱病と死を運ぶ虫ども。緑に塗り込められてはいるが、ここは地獄に違いない。マーシードッグとは、アニメ、装甲機兵ボトムズの区面編に登場する AT で、主人公キリコキュービーが使用した機体である。本編ではキリコの機体しか登場しなかったんで、キリコ専用機のイメージが強い AT だったのさ。アニメでもキリコの機体だってすぐ分かったしね。ギルガメス軍のミッド級 AT、スコープドッグの湿地専用バリエーションで、ジャングルや湿地が多い区面での戦闘に対応するために、両部両側のヤバージと呼ばれる浮き袋と、脚部のハイドロジェットにより、溶かやすい乗船が可能な機体だったのですよ。武器もジャングルでの取り回しが良いように、ヘビーマシンガンのバレルとストックの部分を取り払ったショートマシンガンを装備。この武装は各方面で好評だったものなのさ。防水性は下半身だけという中途半端な仕様なんで、生命維持は相変わらずパイロットの耐圧服頼みだったんだよね。劇中では、性能的には、最新鋭のダイビングビートルに劣る AT にもかかわらず、キリコの技量と、大パーフェクトソルジャー用のミッションディスクのおかげで、ビーラーゲリラのスタンディングタートルや、イプシロンのスナッピングタートルを相手に激闘を繰り広げてくれちゃったりした問題。水中用ではないんだけれど、当時のガキンチョは、ガンプラのズゴックやアッカイのように、海や河原で遊び倒したものなのですよ。本当にね。キットの値段は1000円ぽっきり、再販版のキットだよ。値上がりしてはいるけれど、中古屋やオークションの転売屋価格に比べれば、すんげーリーズナブルなお値段だったのでありんす。スコープドッグのパーツ外キットなんだけど、流用された部位は、頭部にボディ、腰の一部と少なく、腕部に脚部、マシンガン、キリコのフィギュアまで完全新規のパーツなんだよ。さすがやね。スコープドッグのキットから流用すれば済む、腕部やキリコのフィギュアまで新規金型で再現するあたり、宝さんの気合の入りっぷりが半端ないキットなのだー。エアタンクから脚部に伸びるパイプもポリパーツなんで、アニメ放送当時は嬉しかったものでごわす。プラ製だと脚部が動かないからね。色分けはいまいちなんだけど、昔のキットは塗装前提だから問題なしだよ。当然だよね。スコープドッグの機体色よりも濃いめのグリーンが強そうに見えて、ガキンチョにも人気の機体だったのでござりまする。コックピット内部に耐圧服までリアルに再現されてるんで、総合的には見事という出来なのさ。買って損はありません。定番の改造をチョイスすると、腹部に当たる部分のボリュームが不足してるんで、高さが足りず、腕部が長く見えるのをパテやプラ板で修正しなせい。ついでに、腰のロール軸の後はめ加工もすれば塗装が楽ちんなのですよ。この加工をすると脚部が短く見えるんで、大腿部で若干延長すればかっこよくなってくれるのですぜ。ハイドロジェットの噴出口は開口しようね。股と脚部の関節はろくに動かないんで、せめて、股と足首の関節くらいはボールジョイントに変更すべきなのですよ。え、昔にボールジョイントがあったのかって？ありましたよ。144分の1圧体とかの関節がそうだったのですよ。だからどうしたって話なんだけどね。まあ、俺らはハンダ戦で安く済ませたり、自作のスプリングをつけてジャンプさせたりしてたものですぜ。エアタンクから伸びてるパイプの部分は、プラパイプに三つ巻きスプリングを通したり、ビニールチューブに糸ハンダを通したりと、時期によって、工作方法やマテリアルが違うのは当然のこと。モデラーの個性どころか経済状況まであらわにする、デリケートな部分だったりしたもんだー。腕が上達してもお財布の中身は変わらないからね。来週も、キリコと地獄に付き合ってもらおう。